生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。ということですけど、ちょっとやる気のない感じやな。今日は雨がずっと降ってて、ちょっと下痢やねん。それ関係あるの？今ゲリと雨、なんか天気と下痢関係あるねん。本屋さんに入った時みたいな感じ、ちょっとこうお腹のところにシャボン玉があるみたいな気分になって、トイレに行きがちっていう状態やから、そんな人生ですよ。てかこれなんなん、そんな話する予定じゃないやろ今回お話しする内容は、すっきりしたいなと思って。今まで抱えてきたことって、まあいろいろ一緒にやってきてさ、いっぱいあるやん、見せれない部分とかさ、それを隠すのやめようかっていう。今まで自分たちはタレントとかもやってるから、好感度を意識して結構無理してやってることが多いよな。やっぱここも仲いいふりせなあかんやん言っちゃう。あんまりなのよ、本当は。言ったらあかんのかな、これ。いや、もういいっていいと思う。もうそんなに仲良くないです普通に考えてね、付き合うこともそうだし、結婚することもそうだけどさ、うん、パートナーを持つことってすごく難しいことやしさ、うんうん、力を注がなければいけない部分ではあるやんか。だからカップルでもやっぱうまくいかない人いるし、うまいことしようって言ってね、みんな努力したりするんだけど、こっちはさ、他人やからさ、しかも、うちらってさ、めちゃめちゃ友達でさ、YouTube やりましょうみたいな感じでやったんじゃなくて、ほんまに事務所の方針で、そこまで言ってまうやん。最初はそうよね。今の前の事務所ね、今の事務所ちゃうで。そう、うん、前の事務所の方針で撮るみたいな感じで動画をって言われて、うんうんうん、別にいいんじゃない、まあ、じゃあよろしくみたいな感じでね。うん、全然最初ほんまにもう誰みたいな感じで、うん、一番最初の動画とかもう最悪よね。ちょっともう恥ずかしくて見られへん。うん。二人でなんか、うんみたいな、もうすごい気まずい雰囲気でさ。で、あの頃はでもまだやる気あったで結構。まあ、あったし、知らんし、みたいな。そっからなんか知っていく感じやし、やっていくにつれてさ、二人が関わることやからさ、うん、ブラシだけが決めることじゃないし、こっちだけも決めることじゃないし、で、まあ事務所も入ってくるしな。入ってくるし、いろんなものが入ってて、それを喧嘩もしてくるに決まってるやんか、うん、それは。もうなんか今はな、もうどっちもな、お互いに遅刻し合うことがな、ムカついてんねんか。それで、ずっとお前の方が遅刻してる、お前の方が遅刻してるっていうので、今は、時間を過ぎて到着した人が、5000円相手に払うっていう。でも、今私の方がもらえてる額が多いです。いや、まあ額が多いっていうか、あれは、一回だけ、それお金導入したら、どっちも遅刻せんくなって。そう。遅刻せんってできんのかいって。ピタッと止まりましたね。だから私が1個多く5000円もらってるだけやね。そう。で、それも多分腹立ってんねん。何年もやっててさ、動画何個かあるやん。めちゃめちゃ喧嘩してる動画。とにかくね、仲悪いんです。普通はでもそんな感じなんじゃないの、これ。世の中の。カップルもそんな感じなんだ。YouTuber ってそうやと思うで。だからプライベートとかでは最近会ってへんやん。でも他の YouTuber もプライベートで会ってへんって言ってんねん。みんな。こっちはこっちで、アレちゃんに多分気を使うこともあるし、アレちゃんはアレちゃんで私に気を使うこともあって、はっきり言ってここ最近の動画は、ちょっとやっぱり実力を発揮できてへんのちゃうかと俺は思ってるで。いや、そりゃそうよ。だって、うん、うちらマジですごい模索してた。最終的にはもう一切こう、もうなんていうの、喋らないようにするみたいなを自然となっていって、うん、そのマネージャーを挟んで、もうマネージャーだけがやり取りを。なんならもうね、YouTube の動画の内容とかチェックもほとんど絡まんくなった。タイトル付けとかも最近は。なんか途中でね、どういう風にこの関係を守ろうみたいな。うん。一つ言いたいのは、俺は嫌いとかではないからな。人として嫌いとかじゃなくて。ほんまにさ、嫌いとかやったらさ、とっくの前にさ、ガチで切ろうと思ったら切れるわけやんか。アリちゃんとのこのコンビ自体が嫌いとかでもないし、別に辞めるのはちょっと違う、また関係がな、昔みたいに戻ってきたりしたらいいかなとかも思ったりするから、ずっと続けてきたけど。うちはね、結構ね、昔からね、考えてて、どうやって仲良くしようみたいな。うん、プレゼントとか、なんかできればいいかなとか。実はね、あんたにね、渡すか渡さないかを何遍も考えて、もうやめる！やったあげへん！ってなったり、いやでもあげるってなったりして。わかった。そしたら、一つ条件があって、お返しを求めない。なんか、お前も、物を持ってこいや、みたいな。今までさ、私そんな言ったことないでしょ？ないねんけど、俺が誕生日に一回プレゼントあげたら、アレちゃんがまた俺の誕生日でもない時に、プレゼント渡してくるんやんか。それは、ただ普通に、
にあげたかっただけ、仲良くしたかったので、今回ね、今日それを見せようと思って用意してたものがあって、そう今ここでキスとかやめてよ物やんな、あのさ、やめてもらっていい、もうそういう中じゃないでしょ急にやめろとか言うの、そういうのハグとかそういうの嫌や、あのいやいや、そう苦手やねんあの見せたい映像があるの、車買ったとかそういうの、やめろよ、なんでやねん、ここで見せられへんみたいな。ベロシキーズ結成からもうちょっと4年ぐらいになるのかな、うん、最初全然もう撮影の時だけしか会わんかったし、喋る時こうやってすっごい右左ってこう見る声、こうやって考えてな、仲良くなってきたっていうか、結構一緒に買い物行ったりとか、シーシャを吸いに行ったりとか、焼肉食べたりとか、結構仲良くしてたけど、旅行も行ったんめっちゃ喧嘩した、いろんな動画はね多分こう見ててもあんまり仲悪いとかっていう風には見えないし、仲いいね仲いいねっていつもその視聴者さんを見て言ってくれるけど、それでもちょっと苦しい時もあって、だってあれちゃん俺のインスタにいいねもくれんくなったからな、いいねしてるし、マネージャーを通してお互いで話すだと一切喋らないのに動画の時だけ喋ってたりとか、何もないかのようにしてたりとかっていうのもあったし、そこはねプロとして頑張らないといけないっていうのが多分お互いにあったと思う。実際に結構喧嘩してますよっていう動画はアップしてある。例えば一番結構喧嘩してるよっていうのは駄菓子のやつ、あれはね、あの2回目をあの挑戦して撮ってる感じ。え、なんかやったっけ。あとはね、やめて、知り合いのソーニャちゃん、違ううちの子にお願いして、まあ、彼女の家にでその撮ることになったんだけど、彼女ね、そうなんじゃ関係ない、まあ、彼女の前ではね喧嘩してなかったし、もちろん普通に動画を撮って外でね、ありがとうって言ってお邪魔してないけど、撮影現場でねちょっとブラスがちょっとイライラしてて、雨とかも降ってたしお腹空いてたのかわかんないんだけど、マネージャーさんがねちょっとその日カメラのボタンを押せないかなんかなってる時にブラスがチッって言って、まあ、結構イラッとしたんだよね、そのボタンでいいよみたいな感じのやり取りがあって、うん、それにさらに私がイラッとしたの、その喋り方はないでしょっていう風になって、そしたらもういいからじゃあ撮るよみたいになったから、いや撮るよじゃねえよってなって、あムカつくってなって、すっごいムカついて、その時にちょっと待てよって言って現場からちょっと離れたところに裏でうわーってなって、またこう現場に戻ってきて、はい撮りましょうって言って、もう本当にあの時はもうマジで頑張ったね、お互いにすごい耐えたと思う。動画のオープニングを撮りましょうって言って、もうその時にはねもう喋る気にもならなかったから、オープニングはねあの声なしでお手振るのでお互い音声をかぶせるからそれだけ撮ってくれっていう風にお願いして、多分もう一回ねご覧になりたい方見てください、めっちゃ喧嘩してる日やから、なんかしたいやん、まあね、そうやってめっちゃ、うん、いっぱい喧嘩して、そこからねビジネスパートナーとしてやっていくかっていう話になった。最終的にはそれは、まあ、マネージャーと話して考えたの。例えば YouTube もう一回一人でやるとか、誰かとやるとか、誰かとやるんだったらじゃあ誰とやるんやろっていう風に考えた時に思い浮かばなかったのって考えた時に、一緒にやりたい相手ブラスしかないかもっていう風に思ったの。仲良く一緒にできればいいなっていう風に思った、前みたいに。だからもう一度なんか再スタートできないかなっていう風に考えて、再スタートするとしたらじゃあ何かあげたいなっていう風に思ったの。なんか買ってくるのってすごいなんか簡単だから、自分の気持ちはこれぐらいの気持ちだよっていう風に分かるように、抜くか抜くんか洋服を作るじゃあ洋服作るって探したりとかして、なんか作ろうかなと思ったけど、だってこのさ服装がさちょっとこうジャンの服装じゃない違います、使ってみたい技術がないから作り方も分からへんし、でそれでね失敗作を作って、ただ着物を着るだけになってさ、でブラスもそれを着なかったら嫌やかなと思って、前モデルをやらせていただいたニーツっていうブランドがあるんやけど、うん、サスティナブルって言ってこう洋服をね再利用して作ったりする。さっき SDGs の悪口言ってもらったけど、なんかお願いできないかなっていうふうに思って連絡をしてみたの、うん、ちゃんと自分が選んだもの、世界に一つしかないものをあげたいなっていうふうに言ったら、ぜひぜひっていうことで特別なものをねくれればなっていうことで枕手に持ってみました。うわ何これ、夏に撮ったの、結構前は半袖やからさ、だから言ってるやん、結構これを渡す渡せないって何回も何回もやってるの、私は
去年の夏ってこと？うわ、すごいなんか。ヤクザの親というのが来そうな柄やけど、これがどんな服になるかやな。あ、この骨までさ、愛してってやつもここで買ったん？違うの？それがちゃうの？なんで冬になった方向で。あ、冬ちゃうわ。え、この人ここ来てんの？すごい。革製みたいに見える。これ何これ？あ、ボタンか。ボタンも買ったの。選んで。一からボタンも選んで。すごい。どんな服なんやろな、これ。着物。着物なの？着物を買ってきて。で、なんかあれなの？あんただけのやつを作る。痩せパッド？まずは糸をほどくとこからやって、このお兄さんにもこれブラスと仲悪いから仲直りしたいんですっても言った。仲悪いからっていうか、まあこれからそのなんかね、喧嘩とかもあったりしたから、そのあ、そうよね、これもなんかあげたらなっていう、自分の子は友にっていう話かな、それいいですねって。で、何日かかけて、次はその人のとこに行って。ほんまに自分でやったん？これ。そう。この映像の時だけじゃなくて。やってます。アレちゃんの好感度めっちゃ高めるやん。そこを考えるってお前性格悪すぎだろってね。でね、そこを一度に考えるってどういうことやん。ほんまに。あ、でもさ、最初さ、ちょっと柄がすごくないってぶっちゃけ思ったけど、悪くないかもな、今見たら。でもめっちゃ考えたね、そのなんていうの、色合いとかそういうのをなんか合う合わないとかっていうのを考えて。確かに。で、服あんの？じゃあ服を持ってきました。こちらにあります。うわ、ほんまや、シャツなんや。できたものがすごい、掃除機で吸引したん。これちゃんと入れてるんです。でもこれね、ほんまに世界に一つしかないんです。もうこれはボタンもマジで一から選んでるし、デザインもほんまにこのニーツさんの特殊っていうか、このブランドが作っているデザインだから、そんなにこうどこでも買えるとかじゃないし、着物も一個しかないから、こほんまにもう一個だけなんだよ。何個ぐらいするの？それ欲しいねん。それ聞くんじゃねえよ。それ高いよ。高いんや。着物だから。だって着物って高い。これメルカリで売っとったら、もう俺が出品したやつみたいな。1個しかないから、そりゃそうだよ。足りねえじゃねえかよ。そうだな、うん。でもほんまにすごいデザインも素敵やし、なんか自分もね、もうマジでそこに行って、着物とかめっちゃ綺麗なのいっぱいあったし、もうブラスのジャケット自分のだけ作って帰ろうかなと思ったぐらい、あのさ、くれへんの？ちょっと見たいんだけど。全然触らしてもくれへんねんけど。これを、うん、作りました。やった。すごい。でもすごい、ちょっとだから着てみなよ。いい香りする。あ、いいやん、すごい。なんか思っとったより質がいい。夏とかに良さそうやな。夏もそうやし、あとはその色的に冬とかでも、中に例えばさ、ヒートテックの長袖のさ、真っ黒いやつをピチッと着て、うん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 、これを羽織っても全然かっこいいなって思って、その色的にブラスにも似合うかなっていう風に思ってこう選んだの。これ最初ほんまぶっちゃけ映像を見た時、着れる？と思ってん、普通の私生活で。わかる。これだったら着れるわ。なんかこういう使い方できんねや、お着物って。嬉しい。着る？当たり前じゃねえか。じゃ、見てって、みんな。すごい。かわいい。俺さ、この、ありがとうとか、そういう、喜びの表現がめっちゃ下手くそってことを学んでほしいんだけど。学んでほ
知ってる。俺さ、多分今これありがとうって言ってもさ、これめっちゃみんなにいつも言われんねん。なんか、嬉しくなさそうみたいな。でもほんまに普通に嬉しいねんけど、それが伝わらへんのが悩みやねんけど、どうする？結構ここが長いんやな。着物のなんかそのままのさ、袖をデザインしてるから、後ろもちょっと長めになってたりとか、スリットにこだわったりとか、マジでプロの人に手伝ってもらって、ボタンでめっちゃ変わる印象。あ、そう。ブラスいつも反応薄めやけど、そう。着るもんな。で、これも視聴者からもらった帽子やし、これ人からもらったもんばっか着てんで最近。多分着ると思うから、俺ってやっぱごめんなさいとか、ありがとうとか、そういう表面的な言葉があんま好きじゃなくて、態度で表そうみたいな人間なので。やっぱ珍しいわね。逆に、ありがとうとかごめんなさいっていうのが態度に表れてないやつは許さへんし、自分もそうやってやる派やから、まあだからこれありがとうはちゃんと態度で示されますので。じゃあちゃんとそのテレビとかでいっぱい来てくれるってことやな。それは考えた今状況によるよな。世界に一つだけの花どうするんよ。じゃあ今後のピロシキーズは続けていくってことね。やるしかないわよ。本当にいろいろあったんですよ今のね。話した内容だとただ単に遅刻で喧嘩し合ったみたいなだけみたいな感じやけど、仕方ない人間やから、ましてや生きてきた世界も違うやん。それでもやってきたから多分まあ運の呼吸みたいなのがあって、ピロシキーズっていうものがうまくいってきてたんかなって思うから、まあこれからはでももう俺はじゃあかっこつけるのとかやめた方がいいんかなと思ってる。仲悪い時はもう仲悪いでいいし、おすぎとピーコというノリも俺苦手やねん。ありのままで、やる気ない時はもうやる気なく、やる気ある時はやる気なくて、やる気のない時はやる気なくでいいのね。ということでちょっとずつね、仲悪くてもありのままやっていって、まあちょっとでもね、私も視聴者からさ、知らんけど饅頭をいただいたからさ、知らんけど饅頭食べて仲直りしよう。すいません、ブラスに送っていただいたのに、じゃあ知らんけどいただきます。知らんけどな、ほんまに、いろんなこと知らんけど、知らんけどいただきます。どうぞいただいてください。